航行中のイギリスの巡洋艦、カリブディス。封鎖突破戦ミュンスターラントの同系船イエルムラント。ドイツ T22 型水雷艇、セットイール沖海戦は、第二次世界大戦中の1943年10月22日から23日にかけての夜、大西洋の戦いの一環として正規した海戦である。この戦いは、 イギリス海峡のフランス沿岸で、イギリス海軍所属の軽巡洋艦1隻、駆逐艦6隻と、封鎖突破船の出迎えと護衛を意図した、ドイツ海軍所属の総海艇、水雷艇部隊との間に発生した。そして、軽巡、カリブディスが撃沈され、半途級駆逐艦、リンボーンが損傷を受けた末に来撃処分されるという、結果に終わる。イギリスの水兵、 ほぼ500名がこの戦いで犠牲となったのである。これは第二次世界大戦においてイギリス海軍が敗北を喫した最後の水上戦闘、そしてドイツ海軍水上部隊が勝利を収めた最後の艦隊戦となった。1943年後半、イギリス海軍の上層部はブレストから出港し、ラテックスや戦略金属といった重要な積み荷を積載していた。 ドイツの封鎖突破戦、ミュンスターラントの接近を察知していた。イギリス側は投入可能な艦艇を迎撃に回す、標準的な軍事作戦、トンネル作戦の実施をもって対応する。本作戦の計画については、ロジャーヒル少佐が上官に保留を進言したが、その助言が受け入れられることはなかった。作戦には、カリブディスが割り当てられ、10月20日と10月22日に、 イギリス艦隊は、プリマスから出撃した。カリブディスには艦隊型駆逐艦、グレンビル、ロケットと4隻のハント級駆逐艦、すなわち、リンボーン、ウェンスリーデール、タリーボントとスティーブンストーンが随伴していた。第2戦隊に属するドイツ海軍の総海艇6隻とレーダーを搭載した昇海艦はよく訓練された手順に従い、ミュンスターラントを護衛していた。 それから、この封鎖突破船に、フランツコールアウフ少佐の指揮下で第4、水雷艇船体を構成する T22 型水雷艇5隻が合流する。真夜中を過ぎて間もなく、ブルターニ半島から約7海里の海域において、イギリス艦隊は、速力13ノットでレーダーを使用した紹介を実施した。一方、ドイツ側の電速員は同時に、イギリス艦隊を捕捉し、 注意深く追跡するとともに情報をすぐドイツの艦船に転送した。これらの警報は、ハント級駆逐艦とプリマスの司令部に傍受されたが、なぜかカリブディスは受信しなかった。ミュンスターラントが危険な航路から退避した一方、ドイツの水雷艇はイギリス艦隊との対決に備えた。カリブディスは距離14000ヤードでこれらを時間のレーダーに捉え、 駆逐艦に増速するよう信号を発したが、それを受信したのは、後衛の駆逐艦、ウェンスリーデールのみであった。同艦が艦隊の残りの艦を追い越したことは、混乱を引き起こし、ドイツ側の魚雷の到来と、友軍の照明弾が、ドイツ側ではなくて、イギリス側の共同艦を照らし出したことは、それに拍車をかけた。もはや、イギリス艦隊の陣形から連携は失われていた。 イギリス艦隊は、より明るい水平線に面して視認可能であった上、ドイツ艦隊は、南西から接近するスコールに守られていた。雲が低く垂れ込めて視界は悪く、波のうねりも重く、長かった。コールアウフ少佐は、大きなイギリス巡洋艦の艦影を視認し、奇襲を受けたと思い、即座に転身と退避を命じたが、その前に全艦艇に魚雷を発射させる。 カリブディスは相当な打撃を与える可能性があったものの、ドイツ艦隊はレーダーで確認されたのみであり、目視されなかった。ドイツ艦隊が発射した魚雷は合計24本である。見張りは突如、白く泡立つ雷石を発見したが、手を尽くす前に、カリブディスの左舷にフリードリヒカール・パウル対イ率いる T23 の魚雷が命中し、第二発電機室と B 艦室に浸水が発生した。 左限主電源の環状回路が故障し、同管は左限に20度傾斜して停止する。魚雷はウェンスリーデールとグレンビルをかろうじて外れたが、続いて T27 の魚雷がカリブディスに命中した。今度は艦尾の機関室が被害を受けて浸水し、すべての電源が失われるとともに傾斜が50度に増大した。カリブディスが2本目の魚雷を受けた数分後、T22 は、 リンボーンに一本の魚雷を命中させ、その全部弾薬庫を爆破した。同館は艦首を吹き飛ばされ、右舷に激しく傾斜する。乗組員はすぐに退感した。カリブディスは30分以内に多くの犠牲者を出しつつ沈没する。他の駆逐艦は混乱の中で衝突に瀕し、戦闘を打ち切ると撤退した。今や、グレンビルに座城するロジャーヒル少佐の指揮下に入った。 イギリス艦隊は、リンボーンの損傷を知ると現場に戻り、救命作戦を実施した。カリブディスの乗組員のうち、107名が朝から昼にかけて救助されている。深刻な損害を被ったリンボーンは、乗組員のうち、42名を失った。リンボーンを栄光する試みは失敗し、同艦を処分する命令が下る。そして、タリーボーンとの魚雷と、 ロケットの砲撃により沈められた。前述の通り道艦の乗組員42名が失われた一方で生存者100名が救助されている。フランツ・コールアウフ少佐はこの行動に報いて間もなくアドルフ・ヒトラーから騎士鉄十字章を授かりフリードリ・ヒカール・パウル尉もドイツ十字章を受賞した。この戦闘は第二次世界大戦においてドイツ海軍が明確に勝利し、 イギリス海軍が敗北を喫した最後の戦いとなった。イギリス側は戦訓を得て、この停滞にもかかわらず、トンネル作戦は成功し、15隻の封鎖突破船のうち、フランスへたどり着いたのは4隻に止まっている。ミュンスターラントは無事にサンマロ港に帰還したが、封鎖突破任務は中止された。同船はついに移動を試みた際、ブランイコールネ、岬の西方で、 ドーバーに配備されていたイギリス軍の沿岸砲台によって座礁を強いられ破壊された。1944年1月21日のことである。イギリス海軍の軍人21名の遺体はガーアンジー島へ漂着した。同地を占領するドイツ軍上層部は軍装の礼をもって埋葬を行った。葬儀は一部の島民にとってイギリスへの忠誠と ドイツ占領軍への抗議を示す機会となった。約5000名の島民が葬儀に参列し、およそ900個の花輪を捧げたことは、十分にドイツ占領軍への抗議の表明となり、民間人は占領軍によって、後の軍曹から締め出された。この戦闘の生存者やその親族、イギリス海軍やイギリス海兵隊のガンジー島、教会、イギリス海軍士官候補生団、 セントジョン救急隊、警察、赤十字社やイギリス海軍の代表団が参加する記念行事が毎年実施されている。戦いを生き抜いた千人海軍主観にして、グレンビル艦長のロジャー・ヒル少佐は、自伝デストロイヤー・キャプテンの中で戦闘の詳細な話を書いており、それには継続調査や、当時の夜、その場にいたドイツ駆逐艦の艦長からの情報も含まれる。 彼は作戦の事前計画や実際の作戦中の出来事とその影響を話し合っており、カリブディスト、リンボーンの喪失で頂点に達した顕著な落ち度を認めている。ありがとうございます。